感傷が、激しく、私実家下げが、趣味のクソウトにしたドキュン返し。お正月に義実家参りしたときに、親戚一同で初詣しようという話になった。かなり面倒くさかったし、タイミングが良かったので、ウトに恥をかかせてやろうと、画策した。三が日で、親戚がみんな集まり、ウトが、車の台数を確認して、近所の神社に行くと言い出したところで、 申し訳ありませんが、私はいけませんと言った。うとは思い通りにならないと、意地でも我を通したがるので、私を親戚の前で求断。宗教上の理由で申し訳ありませんを繰り返すと、うとは、私が某新興宗教に入信してると思ったらしく、しつこく理由を聞いてくる。親戚の手前。 信仰宗教差別とは思われたくなかったみたいでずーっと理由は何だと聞きまくる。親戚もざわざわしてるのを見計らって旦那に駆け寄って泣き真似。元さんぞ嫁子。早く理由を言えと言われ。私生理なんです。だから神社へはいけないんですよ。昨日も言ったのに、ギフさんは私にみんなの前で恥をかかせたいんですね。 と叫んで大げさに迷ったちなみに昨日言ったというのは嘘。旦那十姉妹がおじさん、嫁子さんにそんなセクハラしてたの最低やなと一言。親戚がドン引きし、うとは違う違うとわたわた。止めは空気。旦那はナイトを気取って俺の嫁子に何してくれとんねん状態。実は、 義実家は男兄弟ばかりで、女性の性の話にはかなり疎いし、免疫がない。ウトは、その後、一切口を開かず、朝から隠居で酒飲んでたらしい。大したドキュンではありませんが、私なりにすっきりしたので。